あなたの心にイルハート。というわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよ。もう自分で非公式っていうのにも慣れてきちゃったところで、今日は皆さんお待ちかねゲーム実況をやってみようと思います。プレイするゲームは偉い人から当日のお楽しみって言われてるんだけど、やっぱりさ、このタイミングだもん。最近発売されたあれとか、もうすぐ発売のあれのどっちかだと思うんだよね。みんなはどっちだと思う？さて、本日プレイするゲームはこちら。イカ様マージャン大好き。イカ様マージャンとは、2000年にアイデアファクトリーから発売されたゲームで、イカ様を駆使して成功率 100% の腐敗のを目指そうというゲームだそうです。というわけで今日はイカ様マージャンの実況プレイに挑戦します。偉い人の言うこと聞くのが公式に戻る一番の近道だからね。それではゲームスタート。アイデアファクトリー声の出演悪役紹介アイデアファクトリープレゼンツイカ様麻雀。ちょっ、知らない野郎は誰かの餌食。汚ねえ、非道と叫んでみても負けたあんたが悪いのさ。真剣勝負には何でもありさ。小利口なガキも威勢だけの兄ちゃんも、すごい綺麗な姿勢の先生方も、負けたあんたが悪いのさ。破れなかったあんたの負けだ。イカ様野郎と笑わば笑え、生まれ育ったこの路地裏で今日もネズミが泣いてるぜ。よし、じゃあイカ様マージャンやっていきましょう。なんかね、オープニングが思ってたよりね、渋かっこいい感じだったのでね。主人公の名前を入力してください。三角ボタンでタイトルに戻ります。なんかすごいがっつりね、すごいがっつり、なんかいかつい感じの男性だけど、イルハートにします。イルハート。よしよしよし、この彼の名前はイルハートです。もう篠の目源氏そこそこってなんか大雑把だね。なんかこの人さ、なんか強そう。そこそこがどのレベルかわかんないけど、セナミ銀行、まだまだ駆け出しだが度胸はある。イルハートもね、度胸はあるよ。シャーチンド、麻雀の本場中国人。技は謎。これさ、技ってさ、こう、何、技術の話なのかさ、イカ様なのかわかんないよね。で、最後の人が、川北哲。うっかり者だが、技はそこそこ。だから、技って、まあ、でも、うっかりなら、こう、ね、勝てるかもしれない、イルハートでも。イルハートより弱そうな人がいいから、この、そこそこの人たち、うっかり者もね、なんかね、勝てそうだから、あとは女の子かな。なんか、本場の人って強そうだから。なんか今見た感じさ、イルハートが一番なんか悪い顔してるよね。イカ様指定。成功率によって状況が変わります。なんか割とさ、割と成功率低いよね、なんか。0% のやつとかさ。
でも確実に見破られるってことじゃん。まあ、でも、イルハートは、やっぱね、こう、なんていうの?イカ様なしでね、こう、まっとうにやっていこうと思いますよ。落ちてこい。何が?と、イカ様はしません!イルハートは。よし。なんかこのね、クジャクみたいなやつ。ポン!ポン!イカ様はしません!なんか、すごいさ、軽快な音するよね。この置くときのパーンって音さ、場を汚さないでね。これ、イルハートに言ったよね、今。おこ、あっち。なんで怒られたの、イルハート、さっき。ガサマはしません。これ。やめたら、なんか、ドヤってされてる。丸。下手なまねするなよ。え、これもさ、イルハートに怒ってんの?え?え、今気づいたけどさ、周りの人みんななんかめっちゃ顔動いてる。なんか、イルハートのさ、迎えの人はなんか、うんって、ん?なんか、イルハートの迎えの人は動いてるの知ってたんだけど、あ、なんかよく見たらみんな動いてるんだね。イカ様を見逃しました。丸ボタンで摘発してください。ただし、タイミングが遅いとチョンボになれます。チョンボ!あ、ってことは、今何かイカ様したってことだよね。全然気づかなかったけど。これ!おとなしくしてな。え、これもイロハートに言ってんの怖いよ。なんか、ゲームはね、もっと楽しくね、やらないとダメだよ、みんな。笑っちゃうね。怖いよー。キュッ、あ、イルハートとお揃いだね。イルハートもね、この間ツイッターでキュッって言ったらね、怒られた。ジー。ジー。ふふなに、いい笑顔。あ、待った!丸ボタンは、相手がイカ様をしている瞬間に押してください。次回からは、チョンボになります。あ、今さ、イルハート丸を押したのなんかイカ様見破ってたんだね。得た!ツモ。あ、終わっちゃった。2回目はこう、積極的にね、イカ様を押していこうと思いますよ。よし。あ、なんかさっきと色が違う。イカ様をしないで、すごいなんかバクバクって言ってる。あ、あ、ま、最初だからできないってことなのかな。うん、最初はじゃあちゃんとやろう。これ、まるでポン。ポン!ポン!ポン!これさせてくれないじゃん、イカ様麻雀なのにさ。あ、あ、できたできたできた。え、なんか少ないと発覚する可能性が高いって書いてあるけどさ、だいぶ少なくない?まだ。え、このなんか出てるやつだよね。これ。待った。あはははなぜ、イカ様がバレた時は罰ボタンがなんちゃらって出てた。あれ?でもさ、バレたけど続くんだ。まあ、いいや。生命保険なーにを物騒なこと言ってんのよ。ダメですよ、そういうのは。って言われた。待った待った
てめえこの野郎、いかさまだ。お、くだらねえ真似すんじゃねえ。俺にじゃねえ、パイに詫びるんだよ。どういうこと？あ、なんかいかついおじちゃんが。あ、今のさ、イルハートが倒したんだね。そこそこできる人倒したから、じゃあ次はね、本場のシャーチンローをね、イカ様で叩きのめしてやりましょう。チッ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 。あ、なんかさ、真ん中これなんか 35% になって、さっきさ 35% 違う、さっき 30% だったんだよ。これもね、多分ね、イカ様しろってことだよね。このボケ、なんか最初からそういうのね、よくないよ。まるでチーチーチー。お、バクバクドキドキ。お、すり替えるやつ、手の動きに注意。でもそことか言ったらバレるんじゃないかな。この辺、これ。あ、バレなかった。ジー。ジー。今さ、イカ様成立したよね。よし。ジー。こっち。よし。これ。待った。あ、てめえこれ。はは、バレた。ごめんなさい。あ、俺のイカ様が見破られた。見破られたな。これも定めか。運命と書いて定めだ。バカ野郎、二度と来るんじゃねえ。ああ、やめて。あ、最初に言うか迷ったんですけど、イルハート、実は麻雀わかりません。なんかイカ様なら何でもありだと思ったし、こうイカ様してね、勝ってたら楽しいかなって思ったんだけど、まあそもそものルールがわからないってことは、こう何が正しくて何がいけないことなのかもわかんない。やっぱりこう公式になる立場として、イルハートはこう正しくね、清く正しく真面目に生きていこうと思います。っていうか、これコンパイルハートっていうか、アイディアファクトリーのゲームじゃん。それに、どうせやるならデスエンドリクエストとかやりたいんですけど。あの、私のツイッターのリップ見たことありますか？これだから私、ボツハートとか、エアプ芸人とか言われるんですよ。公式から引用リツイートで、プレイしてないなとか言われるんですよ。え？ PS4 を買う予算がない？いや、そんなわけないでしょ。もう絶対持ってくるのめんどくさいだけでしょ。そもそも、公式って言っといて、1日で非公式に下ろすのだってイカサマだからな。私、歌が好きなんで、歌企画やりましょうよ。どうせゲームやらせてくれないんだし。え？アカペラで何か？うん、いいですよ。え？童謡？なんでですか？せちがらい世の中ですね。でも、歌企画のために童謡歌いますよ。
アルプス一万尺、小槍の上で、アルペン踊りをさあ踊りましょう。ラン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